リアルマーケットアナライズレギュラー陣と多彩なゲストが全国各地を巡りテレビでは伝えきれないリアルにここだけの話を徹底討論あなたの投資に役立つ情報が満載のセミナー今後の開催予定はこちら応募方法など詳しくは番組ホームページでご確認ください皆様のご参加をお待ちしております 2022年の株式市場をズバリ占ってみようと。はい。し、まあお正月から予想してみようと思います。今年の株式市場どういう動きになって、えー、それで注目点はどうか、はい、というような形で皆様にお届けするわけですね。すごいですね。はい。元日からお届けします。早速ではまず私から参りますね。はい。えー、こちらをご覧いただけますか。日経平均です。 もう,もう最初から日経平均の今年の予想レンジはい、はいえー、下値がだいたい2万7300円まあ細かい数字だと思う、うん、2>, 2万7000円ぐらい上値はアバウト万あ3万2000円ぐらい、うん、それぐらいのレンジでボックス相場でやっぱり今年もしばらくいくのかなと PBR ですそうしますと通さん株価の 高値安値というのが昨年の2021年とそんなに大きくは変わらないというようなそういう水準というようなそんな感じになってますね。そんなななに大した予想じゃないなという感じがするただただ書いておきましたが、うん、このあとにも振り切れれば針がポンと上の方に振り切れれば、うん、p b r 純資産倍率解散価値で1.45倍ぐらいの、うん 3万3千円もこれがあの日本株の日経平均における PBR の水準をこれを示してるわけですね、はい、で PBR が振り切って上の方にいくと1.45倍はい、はい、3万3000いけるかなとまあ,、まあ 1>, まあまあ、1年間はいろんな要素がありますからね、まあ、そういった要素で、えー、今は予想がつかないこともあるわけですよね、はい、そ,れでそれがいい方向に向にかえば 三万二千三万三千というような水準も考えられる,る。ううれるまさにその鎌田さんご指摘のとおり、うん、これこれはまあ細かくたくさん書いてしまったんですが、あのえ論より証拠でありません。もうその山とチリも積も,もつぼればコロナウイルス、まあ残念ながら二千二十二年で収束するということはちょっとない。うん、まあこれ日常的なものでまあ長いお付き合いになりそうだと、はい、で、け世界経済はもう強からず弱からず、うん、でまあその中で、まあ、先ほどの日経きのレンジ、半導体不足 やっぱり今年の後半ぐああまだまだその半導体の調達がえなかなか難があって生産がドーンと進むというような状況ではないというような、はい、意外とこれが鍵ですよね、うん、この半導体がどうなるか。はい、であのアメリカ中間選挙はやっぱりバイデン政権少し苦戦しそうだなと、まあ、でもその代わりに今のトリプルブルーがちょっと崩れることによって増税論議というものは、うん 後ろにに引っ込むとということになりますで世の中全体は、まあ、難しいこといっぱいありますがそのいわゆるデジタル革命とグリーン革命という今進行している2つの大きなそのイノベーション技術革新はもうこれはもう止まらない。でもそれによって企業の格差というのはますます広がる。 これまあ、去年もそうでしたけどね、まあ、グリーン革命にしっかり投資ができて実現できるような会社対応できるような会社そしてデジタルを活用して収益を伸ばせるような会社とそうでない会社の3月開くという残念なの、まあ、ところがその上に行く会社は、まあ、これ自力でどんどん行ってしまう下に行く会社引っ張られてしまう会社も、うん、それはそれでやっぱり暗観とはしていられない。うん、やっぱりあのアクティビスト 株価低迷する限りは外部アクティビストからどんどん突き上げが入ってくる、はい、で、まあ、東証の市場改革もあ株数とかいろいろ言われてますが要は利益率を高めろと生産性を高めろっていうことですからねそうすると変貌する会社が結構出てくる、はい、悪いなら悪いなりに企業が出てくる、まあ、その結果全部、うん、合算して結果として、まあ、先ほどの2万7千円ぐらいから3万2千円手前ぐらいまでただ、うん、物事全部うまくいけば 3万3千円にトライする、ねはい、去年の株式市場で考えるとこの2万7千3百円という水準は結構下げたなっていう時についたようなそういう値段ですよね,ねやっぱりそういう場面っていうのはあの2022年の1年間にわたっても あの考えといた方があのまあ準備をするには越したことないという。まあざっくり下のトライはやっぱり年三回ぐらいあるんじゃないですか。はい、ざっくりですよ。そうですね。やっぱりあのアメリカの環境金融環境なんかもちょっと違あの変わってきましたからね。これは、はい。まあ私の全体の見通しはまずこんなところです。鎌マさんいかがですか。はい、あの僕はですね。えー 当面の売り上げの状況っていうのはやっぱり企業業績経済の状況っていうのを捉えておくっていうのは非常に必要だと思うんですよ。はいでえ と言えることは半導体の市場はあ今年も成長するというそこで、えー、今半導体の供給量が足りないというのは鈴木さんのご指摘でもありましたけれども、はい、その足りない供給量を増加させることで、えー、今努力しているわけですねで、半導体製造装置に巨額の受注が入って半導体をたくさん作るという状況は、えー、これ今年度あの前提として考えておきたいと思いますこちらの数字8.7%今年度半導体の 市場が伸びるというのはあの世界半導体市場統計ここからデータを持ってきました業界予想ですね半導体の供給は伸びるで、そこで自動車の生産<ー>こちらがですね去年は不確定要素になりましたよね日本の基幹産業であるこの自動車産業が特に夏場に半導体不足あるいは東南アジアにおける供給問題これで自動車の生産が滞ったというのが企業業績面にも非常に あの問題がが起きたところですが、はい、実際去年のもう後半にで出てきたあの11月の中国の自動車販売のデータですとかあるいは11月のアメリカの鉱工,工業生産指数ですとかですともう最悪期は超えて生産は上向ききに入ってきてんですねうそうすると自動車の生産は2022年は回復するんだというそういう観点で物事は考えられると思います。えー、これは中国の、G 自動車の業界団体が発表している今年度の中国における自動車生産の見通し、えー、出してきました2750万台5.4%数字を出してこられますから、はい、説得力ありますねそ,それでこのね、ここの2750万台の中で電気自動車がですね500万台 ああ電気自動車は前の2021年が6割増の340万台で今年度新しい年度2020年は47%増の500万台という形なんでやっぱりこれ株式のテーマとしては電気自動車のの市場の拡大これ中国の市場の拡大っていうのはやっぱり日本の日じゃないですねねこれは、ね、簡単に500万台って言いますけど<う>トヨタが2030年に350万台って言ってますから中国はもうすでに。 今年,500万台今年500万台ですからこれはもうあの日本で考えるよりもすごいピッチで進んでいるということを念頭に置いておくといいと思います、はい、それから去年のキーワード人手不足ですよね、はい、人手不足ドライバー不足で、えー、物がなかなか納められないので、えー、それで物がやってこないので生産の問題に特にアメリカで起きていたということになります。ここれ人手不足を克服するというようよなことで企業は ここに投資しますじゃあ今まで人がやっていたものをそれではえ機械がやるようにしようえ注文それでサービス業の注文などでも大体もうタブレットでねメニューを押すってことすごい一般的になってませんかファミレスとか回転寿司に行きますとほとんどタブレットで押すんですねそう,そういったことがこう世界的に起こってくるので企業投資がやはり IT 投資が拡大するっていうことを踏まえていいと思いますそうするとこの上の三つで 売上高企業の売上高は今年も拡大する。うん でも株価についてはですね、はい、あのもう金融引き締めの方向に入ってきて。<ー>今年ね、あの三月でテーパリング終了して、六月九月。十二月,月、アメリカでは利上げの方向性っていう状況ですから。それはもう、あ、念頭に置かなきゃいけませんよね。これ、暮れに、<っ>去年の暮れにバタバタバタって決まりましたねそ。そうです。だからもう金融引き締めですから。これは、いくらグロース株と言っても、二十五倍の p. R.。 30倍の PER いやいや40倍の PER まで買ってはい,い,買っていけるやというようなその PER の拡大をベースとしたような株価上昇局面これはもう考えなない方が無難だなと思ってますなるほどそうすると日経平均っていうのはあれはグロース株が牽引するようなそういう指標ですからまあ上がっても3万2,000円ぐらいというような。 そういった観点で捉えた方がいいかなと思ってます、<laughs> こ,れこれ私が持ってまいったものですが、うん、このグラフで言うと大体どれぐらいのレンジになりますか。<laughs> あの上で三万二千円、はい、下ではですね、僕は二万八千円ぐらいに置いておきたいなというふうに思います。二万八千円,、ええ、円。ここ,このちょうど横線が入ってるこのラインですね。すだただ、はい、まあ日経平均には何度も言うようですけれども、うん、あのグロース株がどんどん上がっていかなければ、p r が拡大しないと、p r が拡大しないと日経平均は上がりませんから、日経平均はそんなに上がらないと。 という前提のもとで、えー、手持ちのポートフォリオ株式ポートフォリオを考えた方がいいなと思ってますなるほどわかりましたここからは2022年、えー、お年玉10銘柄10番勝負と称しまして今年の注目銘柄を 鎌さんと私2人で大いいいいに議論してままりたいと思いますなんか前もやったような気がするんですが、ね <laughs> ね、10銘柄十銘、はい、柄で、はい、その10銘柄でポートフォリオを作ってそれがどういう成績になるかということを見てみるというようなそういうような考え方でしょうかね。いやでも銘柄が当たった外れたっていうのは私そんなに得意な方ではありません要はその どういう観点で投資する企業を選ぶのかという考え方ですよねその考え方を,、えーをね、ご覧になっている皆様と共有するというようなそういったことですよね,そうですね投資するというようなことはですね流行りのことですストーリーですね相場の流れに乗る上で銘柄をどういうところに注目するかとでは早速参りましょう、はい、まずは鎌田さんからお願いいたします。はい そうです、ね、10の銘柄を選ぶにあたりまして私はこの一番上を共通項としながら企業を考えました、はい、企業の中で強い事業ポートフォリオを作ろうとしている会社、うん、そしてその強い事業ポートフォリオを作るためには自分の自社にある今までのセグメントでこの部分はもう他の会社に売却した方がいい。 そしてこの部分は強くするために他の会社を買収した方がいいというような形で事業ポートフォリオの入れ替えですとかを考えているような会社この辺りをですねえ一つ念頭に選ぶことと合わせてそれはあの自分の持っている資産というのは今日本の場合政策保有株株持ち合い株といとうのがありますよねえその持ち合い株の売却というのが急速に進んでいるんですよ。 これ東証のプライム市場の状況などを睨みながらその持ち合い株の売却が急速に進むで持ち合い株の売却というのは昨年の2021年の株式市場においては需給,、ねはい、給面では悪材料になる厳しかったただ持ち合い解消をやった後に会社側にはその持ち合い株の代わりに現金が入ってくるわけですよ。はいはい、株を売るわけでですからねそれで入ってきた現金をでは 次の会社を強くするための M&A 資金に使うとか設備投資に使うとかで次の企業戦略に生かすことになるわけですよねですからその2022年というのはその持ち合い株売却の資金を次の事業に生かすということでえこういった政策保有株の売却なんかにううあの積極的な企業なんかを見つけてきたと。なるほど いくくつか紹介、ね、してくださいあのもうその観点でこの自由銘柄は入ってるわけですけれども例えばあのブリヂストンなどはこれタイヤのメーカーとして知られてますけど、はい、この1年間建材子会社ですとかゴムの子会社ですゴムの防振ゴムの会社ですとか化,化製品の会社ですとかこういった会社を売却するというようなことを発表していてこれまさにあのタイヤ付加価値の高いタイヤの方に集中するというようなそういうような観点で捉えておりますよね。 はい、それで突破印刷などは12月に保有株の売却が発表されおそらくリクルートの株式を売却したのではないかというふうに捉えられてますけれどもそういったあのお金膨大なお金を保有する得るというようなことがこれから先あの投資する形で何かに生かされるわけですよね。でそののにもこの あの朝日ガラス AGC ですねこちらはあの建築用のガラス事業を売却してバイオ関連事業の買収を行うというポートフォリオの組み替えあの。昨年 JSR という会社4185の JSR という会社すごく上げたじゃないですかあちらの会社も石油化学もともとの事業だった石油化学関係の事業を売却というかポートフォリオから薄くしてそれでバイオ事業に重点的にポートフォリオの事業を入れ替えてそれで大きく株価が上がったっていう経緯があるんですよね。 これもう,もう一見なかなか目立たないような発 表がずらーっと特に昨年2021年後半は随分集中したような気がしますね。えーえーえー、そうですね。で、まあ日本の株がなぜなぜ動かな上がらなかったかというと、やっぱりそれはあプライム市場への移行などを控えて持ち合い解消売り、政策保有株の売却っていうのはかなり、えー、悪材料になってたと思うんですね。でもそれは本当に悪材料なのかというと、決して企業にとっては悪材料ではありません。うんで。 これから先その保有株が売却されることによって、えー、市場に流動する株が増えるということは。 流動性が増すというような観点で株価を見る場合の好材料に変わってくる,るということもあります。はい、まあ昨年のね、あのガウハムですとかの株価がどんどん上がったっていうのは、あれ流動性がすごく豊富な部分があの前向きに捉えられてたわけですよね。世界のディフェンシブ株<え>なんていうふうに言われたり,かりまた、ね、だからもう,もう株式の持ち合い株の売却を怖がってはいけない。 事業の売却政策保有株の売却によるに積極的な企業を中心に10名柄選んでいただきました、はい、ありがとうございますそして続いて鈴木んです私の10名柄 かかマさんの,絵あの書き方よりもうぐっと簡略化して銘柄名だけもうそのデジタル革命電気自動車中国500万台その中核部分の日本電産もう鎌さんもよくご存知の永森会長関社長率いる日本電産がやはりこう中核になるんではないか自動車向けの半導体ではルネサスエレクトロニクスなかなかこれ利益が上がらなかった世界でも有数の会社ではあったんですけどね これ利益率が変化してくるとね、あのす,すごい規模が一気に変わってくる可能性がありますよね。そうですね。あのパワー半導体と言われるような、うん、その電気自動車には欠かせないのが、うん、まあ、モーターと電池、バッテリーと。うん、それからインバーターってよく言われる、うんまあ、交換する電気を直流から交流に。まあそ、その時にパワー半導体使われるんですがルネサスエレクトにその出番がかなり増えてくるだろうというふうに考えられますね。うん、それから、鎌田さん、全部これ鎌田さんの相場想定の中にいました。 人手不足。まあ企業は人手不足ってインソースは企業の社員研修をまあアウトソーシングで受け負うような会社ですけど、やっぱり学び直しリカレント。あもうすごい日本のためになりますよね。それで学び直して、えー、会社の戦力になれば、その社員の方々そして会社の方々これ。 全部にとってプラスになるということなんで社会貢献ですごい力を発揮するというわけですね,ですね。もうインソースずいぶん株価上がって上場利上げ高値をずっと昨年も更新し続けていた企業なんですがやっぱり社会の要請はまだ強いだろうなとそれから同じようにこの介護訪問介護のセントケアホールディングスなかなか介護ビジネスは有望だろうと見られているんですがその利益率がずいぶん低い。 その中でセントケアホールディングスとかチャームケアコーポレーションっていうのはここにはありませんけどね利益率はそれでも高い企業が中には存在してそういう企業はその介護の関連銘柄の中でも良いだろうなというふうに思います。それからのこれは先行グループホールディングスあのこれ物流会社ですはい市史上最高利益を更新してるにもかかわらずなかなか PBR 解散価値があの投資尺度は低い銘柄ででも配当利回りも高い。どこかで1回 見直されるチャンスがあるのではないかな。物流面で困っている会社。その困っている会社に対して手助けをして解決する。そういった。 事業っていうのはやはり大切ですもんね。そうなんですよね。うん、そのあたりが、なんか、ずいぶん割安に放置されてる銘柄もあったりなんかして。うん、そういうのは、意外とその、そのまあ、比較的、地味な会社というふうに、世間から見られてしまっているところっていうのは。一度見直しがいが入るタイミングに差し掛かっているかなというふうに思うんです,よ、ね、うですね。世の中のためになる会社、は僕はいずれ報われると思っております。<laughs> はい、やってみると。 いいですね面白いですね。でこれをなんか2022年はこのまた定期的にああの時言った銘柄を何ヶ月後にどうやら見直すみたいですよ。自分のためにもなりますから、ね。パーセンテージでどれが上がった下がった、はいまああのでもこれはあくまでご紹介した銘柄はあの推奨してるというわけではございません。えー、いつものことになりますが、うん、投資には必ずリスクがございますので、えー、投資の最終決定はご自身の判断で、えー、なさいませをお願いします。 よろしくお願いします,ししますリアルマーケットアナライズレギュラー陣と多彩なゲストが全国各地を巡りテレビでは伝えきれないリアルにここだけの話を徹底討論あなたの投資に役立つ情報が満載のセミナー今後の開催予定はこちら応募方法など詳しくは番組ホームページでご確認ください皆様のご参加をお待ちしております